あなたは本当に大丈夫？梅毒はオーラルセックスを含む性行為で感染する病気で、全国同様に横浜市でも梅毒の患者が急増しています。梅毒は感染してから症状が出るまで1ヶ月程度かかり、症状は人それぞれです。無症状でも人に感染させます。放置すると心臓、血管、脳に重い合併症を起こすことがあります。また、妊娠中に感染していると赤ちゃんにも感染することがあります。梅毒はコンドームを正しく使用することで感染するリスクを下げることができます。横浜市では無料匿名検査を実施しています。梅毒は薬で治療できる病気です。もしかしてと思ったらすぐに検査し、感染が分かった場合はパートナーと一緒に治療しましょう。